して各ユニットシングルも発売を予定しております、うん、9月28日にリバース、10月2日にダイバーディーバー、11月2日にアズナ、11月28日にワーツ、それぞれのシングル発売予定でございます。なるほどね。そしてそしてこれ力を入れて発表しちゃってよ。なんと今日は特別にタイトルとジャケットを初公開しちゃいます。また初公開、やった。心臓叩いといてよみんな。なんで気をつけて。なんで止まっちゃうから。心臓止まっちゃうから。それではこちらをご覧ください。うわあ、セクシー。もうなんてこった、アダルティー、バンナコッタ。はい、というわけでこちらはい、セカンドシングルのタイトルはブルームブルーム。おお、これなんかエンジン音だったかな、そういう感じ。ああなるほど、ブルーム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 ブルこちら詳細は公式ホームページやツイッターでお知らせしていきますので、ぜひチェックしてください、はい、続いてのお知らせはこちら。